こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、では今日の絵はこれです。だいぶ進みましたね。89ですね。はい、ではトレスからやっていきましょう。わかんな、風は治ってるっぽいんですけど、咳としか出てないな、鼻詰まりが止まりません、治りません。だいぶしんどいですね。仕事しててゲホゲホ言ってたらね、悪いんでね、周りの人に。よいしょ、大胸筋。男の人はだいぶ楽に慣れてきたかな、感が戻ってきたかな。3日かけへんかったら、戻るのにやっぱ3日くらいかかりますね。3回ぐらい。今日、上腕筋と親指、同じポーズのね、角度違いなんで、なんとなくでは分かってるんですけどね。そう、さっき言いかけたんですけど、帰ってきて晩ご飯食べて、ちょっとゲームして、もうね、しか言ってないですね、今日は。声もボロボロやし。パソコンつけたんですよ。ちょっとびっくりしてね、つかないんですよ、パソコンが。で、日頃、パソコンで何か調べ物したり、仕事したり、ね、まあこういう絵を描いたりするのも含めて、夜やるときは蛍光灯が苦手なんですよ、実は。もっと苦手なのは直射日光なんですけど、でとりあえず、はい、だいぶなんかいい感じですね。はい、やっていきます。描けない、これが。直射日光が苦手で、蛍光灯の明かりも苦手で、で電気をねほとんど消してやってるんです。まあモニターが、蛍光灯をつけたらモニターが見にくいっていうのもあるんですけど、で真っ暗やと手元が見えないんで、実際ね LED のライトを付けてるんですよ、パソコンに。で、パソコンの電源が入るとそれがつくようになるんですけど、それはつくんですよ。ただモニターがつかない。ペンタブも反応しない。で、まあモニターがつかないんで、キーボードを押してもなんかいまいち反応してないっぽいんです。で、コントロールとアルトとデリートを同時押しを2回やって再起動するかなと思ったんですけど、それもしないと、あ、これはいよいよ怖いぞと。それ以外のことやったらね、それでまあ治ったらっていうか、モニターが戻れば何かの接触の不具合かなぐらいなんですけど、それで動かへんとちょっと怖いですよね。
でかなり焦って、まあ今こうやって動いてるっていうことは治ってるんですけどね。コンセントから全部抜くという、あ、もちろんあのパワーボタン長押しで強制ダウンさせてですよ。いきなり抜いたら怖いんでね。まあ強制ダウンもかなり怖いんですけどね。で、それでダウンさせて、はい、喋ってませんでした。もう足が難しい。ダウンさして電源抜き差し、コンセントですね、コンセント抜き差しして、抜き差しっていうかあのタップなんで、それ一回切って大元抜いてで、やったら普通に再起動したという。さすがに焦りますね。よいしょ。違うな、明らかにこっちの足の方が高いもんな。こっちがもっと長い、違うな、ここが長いんや。全く分かんないですよね。あ、時間があと1分ない。ここで見ちゃダメっていうのを覚えたんですよ。ここで見ちゃうと5分を全部使ったことにならない、修正が入るんでね。できるだけ似せていく。ああ、なりましたね。今回はな、なんか似てないな。やっぱりこっちかが正解ですよね、どう考えても。足が悪いのかな、顔も悪いな今回は。よいしょ。はい、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。